うわ、なんや？え、爪きたな。なんでそんなこと言うねん。これなんや、何しに来たんや。ドラフトや。これドラフト。俺らの中から今必要なもん一個選ぶねん。そんなことかい。ええ言葉で飾りすぎやろ。ほな俺ちゃん。あ、もうほらドラフトって言葉に釣られてるやん。いや俺のはずやで。俺やろ。間違いない、俺しかおらんやろ。お前ら幸せそうでええな。おい、もうすな。なあ、お、やり、俺一指名や。これドラフトちゃうしな。切り替え早っ。まあ携帯は定石やな。時間見て終わりやろ。俺らなんかおることも忘れられてるわ。間違いない。ね、否定せよ。え、こんなもん選ばれたってそんなに価値ないねん。俺やなくてよかったわ。気ぃ使るやつは大変やの。な、俺ちゃうかったみたいやわ。え、あれ戻ってきたやん。携帯ちゃうんや。ああ、やっぱりな。こういう大事な局面は俺しかおらんねん。お前手のひら何回転させんねん。手首折れんぞ。これ状況わからんようになってきたで。誰が選ばれてもおかしない。ちょ、状況整理していくわ。天気とかどうやった？天気？うん、今の天気。予報によると今は小降りの雨やな。いや、お前の天気予報あれにならんねん。外出てどうやったか聞いてんねん。ああ、それは晴れやった。当てなってへんやないか。うん、ほいで晴れやな。なるほど、全然わからん。どないやねん。わからんってことはわかった。何も進んでへんねん。お前の推理、ランニングマシン走ってるやん。ああ、来たで。俺ちゃうよな。俺じゃ、お前やろ。いやいや、俺ちゃうよ。ちゃうよな。ちゃうちゃう、見てた見てた。お前ら窓ガラス割った後か。もうここは俺行ってくわ。俺しかおらんやろ。ああ、ほな行ってきて。あいつ一斉だけやな。ハンドクリームなんか持ち物の最後に入れるやつやからな。ごめん、案の定やったわ。ちゃうかったんや。つまり携帯とハンドクリームが必要のない状況といえば。ありすぎるわ。よりどりみどりや。お前もう推理せんでええぞ。お前なんじゃん。お前行ってこいって。俺か。うん、ほんと。ハンカチなんかほとんど使わんやろ。ほなお前何のためにおんねん。女性が泣いてる時に差し出すためや。ああ、もうそんなんアンハサウェイしか喜ばんから早行ってこい。うわ、元ネタバレてるやん。俺恥ずかしい。ああ、何の話？映画の名言。うわ、恥ずかしい。うわ、ちょ、めっちゃ怒ってる。ああ、彼女おらんねや。泣いてへんかったでええやん。おれよ、多分おれ。え、何？なんか言うた？え、何？何も言うてへんよ。うわ、目乾いてんねやろ。ほな俺しかおらんやん。うわ、これいつからのやつや。いつでもええねん。多めに見とけ、目だけに。ああ、期限切れてるわ。うわ、何やねん。よっぽどいらんかったんや。大目玉黒だな。え、うま、それ俺の。ますますわからんやん。何欲しいねん。こんなん財布しかないやろ。もうあとはもともと携帯にすぐ第二候補やん。第二候補やで。おい、せやのにやいのやいのでしゃばるから時間食うねん。みんなほどわきまえろ。お前もな。え、ほんまや、初めからお前試せば早かったな。あ、そう。うん、ちょっと待ってな。うん、あれがこうなって、こうして、うん、やっぱそうや。俺の計算によると財布やわ。結果論やろ。ほな行ってくるわ。後で状況教えてな。うん。え、あれよう見たらあれ誰や。え、うわー、スリやー。ありがとうございます。くだらなな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 。